サイゴンセントラルモスクにて、罰当たりの人間が礼拝。山林生活。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。本日は雨予報が出ていたので、朝からずっとダラダラしていました。でも外は晴れ間が広がっています。森田さんのいないベトナムの天気は何の当てにもなりません。晴れているのであれば出かけます。10時前に宿を出ようとしたところ、朝ごはん食べますか?とスタッフが声をかけてくれました。外で食べようと思ってたのですが、作ってくれるそうなので食べていきます。ただ飯こそ至高。ただ飯といっても宿泊費に入ってるので、厳密にはただではありません。でもこういうの嬉しいですよね。出された朝食はフォーです。ザ・ベトナム朝ごはんです。この優しい味は良いですね。フォーの出汁の味は日本人に合っています。多分鶏の出汁なんでしょう。これであれば毎日食べられます。ささっと食事を済ませて街に繰り出します。グラブを使用してその利便性に味を占めた私は、今日もバイクタクシーを利用します。行き先を指定するとマッチングして、近くのドライバーが駆けつけてくれます。行き先はホーチミン歌劇場です。こちらもフランス統治時代に建てられたもので、作りが西洋式となっております。現在も劇場として使用しているんだとか、中を見るには劇を見なければならないようですね。ということで外だけ見ます。現在泊まっているところとこっちの方では雰囲気が違います。ここはまさに都会といった感じです。周りには高いビルが立ち並び、ハイブランドの店もちらほら。ここがホーチミンの主要部分なのでしょう。人口も多いしハノイよりも発展してます。実際に建物を見ても発展していて、これからもどんどん近代化していくのでしょう。JICA によるホーチミンの地下鉄事業です。三井住友、清水建設、前田建設、名の知れた大手の建設業者がずらり。一部は年内に開業するという話でしたが、この様子だとまだ先なのでしょうね。地下鉄ができると移動手段も増えます。ただグラブの使い勝手が良く、値段も安いので浸透するまでは時間がかかりそうですね。こちらはホーチミン市内にある百貨店です。中には高島屋が入っています。百貨店内には日本食レストランが多数あります。ペッパーランチやバンカララーメンなど日本食の店があります。大阪王将もありますが、日本のそれとはちょっと違う様子。ふわとろ天津飯がありませんでした。王将で食べるのは確かに餃子なんです。でもたまにふわとろ天津飯とか食べたくなる時があるじゃないですか。大阪王将だったらその願いが叶うと思ったものの、それがないのは悲しいです。生ものは食べないと決めたため寿司屋は行きません。でもこういうの見ると行きたくなっちゃいます。外国人にはサーモンが人気なんでしょう。百貨店地下の食料品売り場、これまで見てきたスーパーのような感じではなく、綺麗に整っています。売っているものも一級品といったところ。ハイソな人たちがここを利用するのでしょうね。輸入品が多く、日本のものも取り扱われていました。そもそも上は高島屋なので、食料品売り場も日本人向けなのでしょう。お金があればホーチミンで生活をするのは不自由なさそうです。そろそろお昼ご飯です。昨日の昼は一風堂の豚骨ラーメンでした。本日は節約飯にします。英語も通じない露店で現地の人が集まる中、手を伸ばします。というより買い方がわからないため手を伸ばしました。手を伸ばすとご飯を入れた容器を渡してくれます。それをおかず入れてくれる人に渡し、欲しいおかずを指さす。見た目がうまそうなやつを指さします。何を喋っているか不明ですが、これでいいのかみたいな感じの話だと思います。
うなずくとご飯の上にかけてくれます。金額は不明なので5万ドン渡します。お釣りは2万ドンだったので、こちらの料理は3万ドン、つまり150円ってところです。ご飯にチキンカレーっぽいやつをかけた、いわゆる汁飯ってやつですね。カレーはシャバシャバ系、チキンがおかずですがほぼ骨です。肉の旨味がカレーに凝縮されています。ちょっとおかずが足りないですが、鶏の出汁が効いたカレースープとご飯がうまく絡み合って美味しいです。付け合わせのなんだかわからない野菜も良いアクセントとなっています。辛みはなく、足りない人は生唐辛子を渡されます。それをかじりながら食べるのが現地の作法っぽいです。辛くなくて良いのでそれは拒否しました。料理名は不明です。こちらは人気店のようで行列ができていました。汁の種類が鶏以外に魚もありました。好みで選べるので毎日ここでも良さそうです。他の客と共に路上でプラスチックの椅子に座り食べます。以前は屋台の飯とか不衛生で食べる気がしませんでしたが、今は慣れてしまいました。衛生面は何も変わっていないです。結局は気の持ちようなんです。お腹壊すときはどんな高級店でも壊すわけで、気にしていたら何も食べられなくなります。そのために腸チフスのワクチンを打ったのです。これを食べたことによりベトナムのローカルな感じを味わえました。ベトナム全部理解したって言っていいんじゃないでしょうか。まあベトナム料理っていうよりインドや中東料理っぽいやつでしたが、そもそもベトナムの今いる場所は東南アジアの雰囲気はなく、中央アジアの雰囲気のある場所です。近くにあったモスクです。今回は経典をもらいに行く旅、宗教施設は見ておかなきゃですね。モスクに行くのは初めてです。モスクに行くつもりだったので長ズボンを履いてきました。ある程度ドレスコードがあるようで、肩や膝が見えない服装でなければなりません。どんなところなのかは分かりませんが、とりあえず入ってみます。ここの施設の人でしょうか。おじいさんが握手をしてきます。何か話しかけていますが一切不明。笑顔で話しかけているのでこちらも笑顔で返します。入る人全員に握手をします。日本だと握手をあまりしません。海外だと挨拶みたいなものなのでしょうね。それともイスラム教独特のものなんでしょうか。少なからず悪い扱いをされることなく招かれたと考えて良いでしょう。イスラム教は厳しいイメージが強いですが、実際は温厚な人が多いようです。なんだかわからないアジア人を招いてくれました。ちょうど礼拝の時間帯だったようで、結構な人がモスクに入っていきます。こちらで足を清めるようです。神社の手水書と同じですね。日本では汚した手を洗いますが、イスラムでは足を洗うのが作法のようです。アラーフアクバル、神は偉大なり、よく聞く言葉です。家系は仏教徒ですが、どちらかというと神道系の方が好み。その実態は無宗教という私。時には神にお金をくださいと願ってみたり、時には神に歯向かってみたりと罰当たりな人間です。地獄があるならばそこに行くのが確定しているようなものです。今回も興味本位でモスクに来てみました。追い返されるかと思いきや、固い握手と共に受け入れてくれます。そりゃ神は偉大となりますよね。礼拝の仕方はネットで確認しましたが、雰囲気しか分かっていません。そのため雰囲気礼拝をしました。イスラムって過激派のせいで悪いイメージが強いですが、それは一部のイスラムで、ほとんどはごく普通の人たちなんでしょう。食べ物に制限があるのが受け入れられないため、私がイスラム教に改宗することはないでしょう。神道は食のタブーがないため都合が良いのです。まあ戒律を守らなきゃいいだけって話なんですが、そのあたりを気にしちゃうってことは神の存在を少なからず信じてるのかもしれません。
今日でベトナムは最後。明日の午前中に旅立ちます。行く先はカンボジアの首都プノンペンです。すでにバスは手配済みです。昼に出て6時間ほどバスに揺られて、プノンペンには夕方に到着するようです。値段は20万ドン。日本円で約1000円。この金額で海外に行けちゃうってすごいですよね。というより6時間のバスの値段がこれなんです。もちろん入国でビザが必要で、それの手数料が別途かかるようですが、気軽に他国に行けるのは素晴らしいです。ホーチミンの夜に乾杯。ホーチミンに来てからこのビールを飲んでいます。このメーカーのやつが好みの味です。1本1万5000ドンなので75円程度。日本で飲めるならこれ一択になりますね。信仰を貫いた者だけが楽園に行けるイスラム教。でも私はイスラム教には改宗できません。だってこのビール飲めないと。今が地獄になってしまいます。ということで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。このチャンネルは、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。